邪教徒たちは悪魔を召喚していた。呼び出していたのはスカーンという破滅の王の悪魔だった。間に合ってよかった。ああ、それに欠片はどうするべきだろうか。このような力は人間の手に負えるものではない。友よ、心配するな。このか弱き者たちが求めに応じてはせ参じるだろう。弟子のレセスが卑劣な手段でワールドストーンの欠片を手にした。アッシュウォルドに厄災をもたらしたのは悪ことなく力を求める彼女だ。死者は墓より蘇り、均衡は破滅の一歩手前でたゆたっている。私と恐れを知らぬ者になってはいけません。それは守るべきものを持たぬものなのです。恐れに立ち向かい、そして乗り越えましょう。ですが、恐れること自体を否定してしまってはならないのです。長老にこの土地を旅するように命じられたが、理由は分からなかった。とにかく道に沿って進んだ先でこうしてあなたに出会ったわけだ。これは偶然ではなく運命。受け入れようではないか。この地を守るにははるか遠方まで赴かねばならん。忘れ去られし邪悪なるものを超えて、だが恐れずに行くのだ。知られざる地の奥深くへと。これは我々の使命なのだ。闇と戦う契機とすべし。それこそが故郷を救う希望となろう。新たな悪がワールドストーンの力を狙っておる。もし欠片が邪悪なる者の手に渡れば、我らの世界は火の海と化すだろう。わかった。できるだけ早く戻ろう。